者ナビゲート J-WAVE B-PLANET。 この時間はですねゲストをお迎えいたしました。 LA を拠点に活動するグラミー賞受賞のエンジニアです、八木貞治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまずはですね簡単に八木さんのご紹介をさせていただきたいと思うんですが、生まれは、福岡県の北九州市。あ、そうです。はい。で、もともとドラムをやっていたバンド。そうですね。はい。これいつ頃からバンド活動を始めたんですか。バンド活動は多分14か15ぐらいからなんですけど、多分その前からなんかこうヤマハの音楽スクールに行かせられたみたいな感じで、もう多分10歳ぐらいからずっとドラムを、はい。で、ドラマをしてたわけですが、20代で大学をまあ出た後に、はい、LA に渡米しちゃったと。はい。これ、まあこういう業界にいて、はい、まずは東京に行くとかいうことがあるパターンですけど、はい、もうすっ飛ばして LA ですか。そうですね。なんか多分もともと聴いてた音楽とか、多分好きだったアーティストとかが、まあ海外ものが多かったんで、はい、なんでまあ若いうちに現地に行ってみようかなと思って。いろいろありますよね。まあイギリスもあるし、はい、アメリカでもいろんな街がありますが、なぜ LA だったんですか。あの、もともとロンドンとかを考えてたんですけど、はい、あの、どちらかといったら多分こう、ブリティッシュロックの方が好きだったんで、うん、ただまあいろいろこう、音楽のサイズを考えた時というか、はい、まあエンターテインメント全体ですよね。多分、ロサンゼルスが一番大きいし、うん、やっぱ、ロンドンは結構みんなこう、ヨーロッパの中心って言うけど、ロサンゼルスは世界の中心なので、はい、まあ、じゃあ、とりあえず、ロサンゼルス行ってみようかと思って。で、LA にお渡りになってから、すぐいろんなところにこう、なんて言うんでしょうか、つながりを作って、関わるようになったんですか。うん、まあ1年半ぐらいかかりましたね、実際こう、業界の中に入るのには。で、まあ、その、あと本当に様々な活動をしまして、そしていよいよ、去年ですよね、ドラコロッサのアルバム、ビダで、はい、まずレコーディングエンジニアとして、第14回のラテングラミー賞を受賞して、はい、で、そして今年になってグラミー賞、本家のグラミー賞の方ですね、はい、こちらでもベストラテンポップアルバムを受賞と、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいですか。嬉しかったですね。まあ今でも嬉しいですけど、はい。なんか初めノミネートされた時が嬉しいですよね。あ、なんかこう頑張って作ったアルバムだから報われたな、的な感じが、するというか、なんかそっからこうバタバタと全部起こってしまったんで。なるほど。はい。あの、ちなみに、この、今回のね、その受賞に至ったアルバムのレコーディングっていうのは、はい、どんなことが印象的に残ってますか。そうですね。最終的に決まったコンセプトが、セルフカバーアルバムということで、過去の彼の作ってきたアルバムを全部振り返って、一、はい、曲一曲大事なのをピックアップしてきて、もう一回、再構築して曲を、うん、それを自分のアルバムに入れるって形で、結構彼の中では自分の人生を振り返ったようなアルバムになってたんで、まあそういう曲選びから、またあと、こう、ゲストアーティストがいっぱい入ってるので、はい、そういう意味でも、うん、すごくアルバムの個性が出てるというか強い、うん、プロジェクトだったなと思います。はい。あの、いろんなアーティストも参加したということですけど、はい、印象的だったもの、人って言いますか。まあいろいろいたんですけど、やっぱマーク・アンソニー。はい。おー、マーク・アンソニー。はい。まあ、ラテンアーティストでもありますけどね。そうですね。はい。はい。彼との仕事が印象的だったんですか？そうですね。なんか、なんだろうな、こんなことあんま、こう、言っていいのかどうかわかんないですけど、結構、大変な感じでずっと。そうなんですか？マーク・アンソニー。はい。結構、このプロジェクトにゲストシンガーで歌ってやるよ的な、おう、こう、姿勢で来たんですけど。若干上から目線な。そうですね。でも、それは、あの、こっちのプロジェクトチームみんな感じてて、プロデューサーの、まあ、ドラゴ自体も、なんか大変だなと思ってたんですけど、はい、まあ、最終的には、まあ僕が感じたのは、お互いのプライドみたいなのがあったんでしょうけど、ええ、あの、お互いこう技術で攻め合って、うん、やっぱマーク・アンソニーさんもこう、もっとこう歌え、ああ歌えっていうプロデューサーからの指示が来ると、要望以上のものをその場で即座に出してきて、はあ、すごい人っていうのはこういうことを言うんだなというか、なるほど。大体こう、あの指示が出ても、それをこうアーティストが掴んで、うん、あの、それがちゃんと音になるまでちょっと時間かかったりするんですけど、はい、あ、この人はそれがすぐできるんだなと思って、そしてそれ以上のもの、120% のものを提供することができるんだなと思って。うん、なんで、初めは結構こう、態度が横柄だったんで、ちょっと緊張感があったんですけど、はい、本当最後お互い満足して、本当あの、ドラコもマーク・アンソニーも抱き合って、本当に、最後本当、なんだろう、こう、ボクシングの試合の後みたいな感じで。はいはいはい、試合前はこうね、はい、攻め合いがあるけど。終わってみればという。っていう感じでしたね。で、多分彼もまた、あの、当時多分、まあ、アルバムのレコーディングした時はもうジェニファー・ロペスと別れてたんですけど。あ、まあ、付き合ってましたね、昔。付き合ってて、はいはい。で、そういうジョークをこう、交えながら、あの、レコーディングしてたんで。ね、うん、それが印象的だったかなと。なるほど。まあ、ある意味、本当にプロとプロの。そうですね。あの、仕事だったということですよね。そうですね。じゃあ、本当に印象忘れられないという。そうですね。はい。じゃあ、せっかくなんで、その曲を聞きたいと思うんですけど、はい、ご紹介いただいてもよろしいですか。はい。はい、ですね、曲名がですね、パライソ・プロメティードという曲です。はい。